ある日、豚のレバーを生で食べてしまった俺は、駅のホームで食いちぎられるような腹の痛みに襲われ、目が覚めたら豚になっていた。え、何これ、どうして俺は豚なんだ。主人公は豚、ヒロインは心を読む能力者。見知らぬ国へと転生した男は人間に戻るため、好きあらばヒロインとイチャイチャしつつ剣と魔法を駆使し奮闘する。申し遅れましたね、キルトリン家に仕えておりますイエス様のジェスと申します。よくわからないが、僕は豚です、よろしくお願いします。豚のレバーは加熱しろ、2023年10月放送開始。運命かもしれませんね。